こんにちは、カズライダーです。今日は山口県周南市の工場の風景を見に向かっています。なんか周南市の工場の夜景っていうのは市で推してるみたいで、夜景マップとかもあるんですよね。なのでなんかちょっと人気っぽくて前から見てみたいなって思ってたんですよ。ツーリングでどこ行こうかなって悩んでる時にふと思い出したもんですから、夜景ではないんですけど行ってみるっていうツーリングですね。まあなかなかバイクで周南方面に来ることもないですから、まあ、たまにはいいかな。ちなみに今回のツーリングからですね、新しいアイテムが導入されました。それはこちらです。スマホホルダーです。まあ以前スマホホルダー購入したっていう動画アップしてるんで、まだ見てない方はそちらをご覧ください。で、当たり前に周南市に向かおうと思えば国道2号線を通って行くのが早いとは思うんですけど、国道って混んでて面白くないんですよね。やっぱりツーリングっていうのもこのいつもの定番ルートっていうのばっかり走ってると飽きちゃいますから、初めて通る道とか初めての目的地っていうのがちょっとワクワクして楽しみですね。 KDDI のパラボラアンテナが見えてきましたね。すごい大きい。たまに高速道路走ってる時に見るんですけど、こんな間近で見ることないな。パラボラ感、ちょっと帰り寄ってみようかな。シルバーウィーク初日なんですけど、やっぱりなんかこのぐらいの時期になると涼しいですね。もう全然走ってても暑くないし、むしろ山へ走ってると肌寒いぐらいで、ツーリングの季節がやってきたなって思いますね。やっぱ走っててもライダーさんたちが多いですから、いいですね。時期が来ましたね。まあこうバイクで走りやすい時期っていうのは短いですから、この時期に集中していっぱいツーリング行きたいと考えています。いやすごいな、この道全然車いないな。初めて通るからなんでかは分かんないんですけど、結構走りやすい道ですよ。ツーリングにはいいですね。なんかね、出ましたよ、 Google マップの悪い癖が。このなんか変な道を案内するっていうね。こんな道なんで選ぶんだろう。まあまだちょっと走れそうな道だからいいんですけど、まあちょっと今日はバイクでナビデビューですから、Google マップさんの言うことを聞いてみましょう。やっぱ秋になるとトンボ多いですね。バチバチ当たっちゃいますよ。うわー、山が綺麗、のどかな景色ですね。とうとうツーリングマップで買っちゃいました。いやあれ見るとなかなかツーリングのルート決めにはいいなと思って。ただたくさん乗ってるから選択肢が多くて悩んじゃうんです。中国四国地方と九州地方の2冊を買って、まあ、暇な時に見てツーリングルート決めようかな。すごい、なんていうか埠頭の周りの道って感じがする。大体埠頭の周りってどこも雰囲気同じなんですよね。倉庫の会社があったりとか、おなんかなかなか良さげなんじゃない。どうだ、
なかいいとこじゃないですか。なんか数年前から工場夜景ツアーなんてのも流行ってて、非日常的な風景でかっこいいんでしょうね。いやーけど確かにこの入り組んだ配管ね、一般人が見たらわけわかんないからすごいですよね。で次の目的地はですね、さっき通り過ぎて発見した KDDI のパラボラアンテナがあったんですけど、そこになんかKDDI 館みたいな、多分企業博物館だと思うんですけど、そんなのがあるみたいなんですよ。だからちょっと同じルートになっちゃうんですけど、気になったんでそちらに向かって走っていきます。あんなね大きいパラボラアンテナで何してんのかなってやっぱね気になっちゃいますからね。やっぱりね山の中走ると涼しいですね。市街地走るよりいいや。信号で止まることもないし、肌寒いぐらい涼しいし気持ちいいです。しかしのどかな場所だなあ。パラボラアンテナが見えた。あれあれ、次なる目的地はあそこなんですよ。ちょっとね近くに行って見てみたいなと思って。なかなか見る機会ないですよね。これは閉館しました。だってしょうがないな、写真だけでも撮るか。いやこれすごさわかんねえな。そういえばね、なんかこの先線路に人だかりができてたんですよ。で多分 SL 山口号が通るのかな、この路線は。それを写真撮る人たちだと思うんですけどね、なんかね結構いたんですよね。だから時間が合えばここで SL 山口号に会えるのかもしれません。今日はですね、工場の風景を見に行くっていうだけのツーリングでした。今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた。